はい、じゃあ皆さんこんにちは。はじめまして。新番組アリ先生のお江戸雑学講座の DJ アリです。こんにちは。ちょっとね、生放送だし映像出てるのでちょっと緊張してるんですけれども、頑張ってやりたいと思います。よろしくお願いします。ね、まあ私がどんな人なのかっていうことなんですけれども、まあ普段は、まあ、ピアノの先生と作曲家、それとあとは江戸文化歴史研究家という研究家をしてます。なのであとは、まあ、江戸文化雑学のお教室とピアノのお教室を持っていますし、最近はですね、韓国の映画に楽曲の提供をしたりとかしています、ね、次の作品にはもう、なんか映画の音楽監督とか出演とかも依頼されてますけれども、まあそれはまだまだ先の話ですけど、まあそういう感じでやっております。あとはね、平成土幕府という江戸のサークルと、あとエーエンジェルスっていう、エーエンジェルじゃないよ、エーエンジェルスね、あれは幕になっちゃうから、あの韓国好きの人が集まるサークルの会長をしてまして、まあ、この韓国好きの方は600人ぐらい会員が日本と韓国にいて、今、まあ、いろんな人がいる会長、そういうのを会長しています。まあそういう感じなんですけども、まあ、この番組はですね、堅苦しく思われがちなんですけれども、そういう何年に誰がどこで何をどうしたみたいなことはですね、学校や塾教科書に任せればいいのであって、雑学講座という名前の通りですね、まあ、おうちの番組ではそういうことはあんまりやりません。何をやるのかっていうと、そうですな、まあ江戸っ子たちの生活を中心にですね、武士や将軍大名とかそういった人たちが何を考え、どういうものを食べて感じて仕事をしていたのか、そういうことをですね、まあ雑学を楽しく学んでいきましょうという番組です。なので途中にはですね、クイズが入ったりとかもしますし、内容的にはそうですな、おまんじゅうには食べ方が江戸っ子にはありましたとかですね、とかまあ何ですかね、あとはまあ江戸前といったらお寿司お蕎麦っていうのが我々の感覚ですけれども、全然違う食べ物を江戸っ子は想像していますとかね、そういう感じでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。あとはね、まあ時代劇にありがちな間違いの紹介とかです。じゃあどうぞ。